どうも、のっちゅん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。今回の動画はウマ娘訴訟の件まとめやっていきます。でまず初めになんですけども、今サイゲームスとですねコナミの間で訴訟が提起されております。で今ですね、何があったのという方が多数だと思われますので、そちらの現状をまとめていきます。なので、まあ、もしですね、あそういうことかってなってるので、まあ、一応参考になったら、チャンネル登録はいいんですけども、まあ、高評価をしてみてください。で今回、まあ、そこら辺のチャンネル登録とか高評価はいいんですけども、まあ、今回まずはサイゲームス公式アカウントからこのような、お知らせが出ております。当社に対する訴訟の提起についてということで、まあ、SNS でもかなり話題になっていて、ウマ娘サービス終了しちゃうの、差収しちゃうのとかね、サービス停止しちゃうのとか、いろいろとですね、結構かなりの問題になっております。で今回はですね、まずはこの何があったかをまとめている動画です。なのでまず注意してほしい注意点なんですけども、今回この動画でどちらが悪いとか、どっちの企業が、叩きたいとか、そういう動画ではありませんので、そこはご了承ください。まあ、ただし皆さんいろいろ意見があると思いますので、まあ、コメント欄はまあ皆さんの思うところをコメントぜひともしてみてください。私的には中立の立場でどういうことがあったかの事実を伝える動画というふうになっております。私もウマ娘プレイヤーなので、まあ、そのウマ娘プレイヤー的にどうかという話もしますが、今回裁判のことなので、そこはまあ司法が判断するというかね、その法律での判断がされるということなので、そういうねところはご了承ください。はい、でまずはですね、こちら訴訟の提起がされております。公式リリース文少し見ていきたいと思います。こちらサイバーエージェントサイゲームスの親会社ですね、そこからのリリースです。で当社連結子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせということで、こういうふうになっております。でまずは今回ですね、コナミさんから、サイゲームス、に対しての訴訟が提起されております。一応ですね、その日付なんですけども、訴訟到着日っていう風のがここがね5月10日になっていて、定期日が3月31日みたいな感じです。でここら辺はちょっと裁判が事前に、ね、聞いていきたいところではあるんですけども、もしねそういう詳しいところね、これはこういうことだよっていうのがあれば、コメントでも、訂正および、情報をね、募集はしております。で今回何の訴えがあったかというと、このねサイゲームスのウマ娘プリティダービーの、特許権侵害に基づく損害賠償請求およびそれらの生産使用、そして、提供等の差し止め請求という感じです。なので、まあ、私は素人なので、ちょっとここは法律に詳しい人にね、補足してほしいところなんですけども、損害賠償請求と、あとはね差し止め請求も、提起されております。なのでここがですね、少しサービス終了につながっちゃうのかなって素人的にはね見れるところではあります。なので結構その差し止め請求まであるので、まあ、重大でもあるかなと、思っちゃうところでもあります。でその内容としては、まずはですね、損害賠償請求は40億円および遅延損害金というふうになっていて、40億円のね、訴訟が提起されているということです。でそれがコナミから来ているんですけども、まあ、サイゲームスの見解的にはそれはね受け入れられないという感じで訴訟になっているという感じです。であとはですね、今後の見通しというものがありまして、まあ、これウマ娘の、ゲーム内のアプリ内にも出るものなんですけども、これではサイゲームス側の主張では、このねコナミさんの特許権を侵害している事実はないものと考えておりということでですね、そこでですね訴訟で明らかにしていくということです。はい、であとはですね、ゲーム内にもお知らせがあります。例えばですね、今ウマ娘プレイヤーアプリ開くとですね、お知らせの一番上にですねこの訴訟のお知らせが出ます。でまあ、ここでもですね、まあ、皆さんにご心配ご迷惑をおかけしますがということで、まだね、まだねというかね、今後も変わらずサービスを提供してまいりますというふうにあるので、まあ、まずはですね裁判どうなるかっていうところにはなってくるので、すぐにサービス終了とはならないとは思います。あとはサイゲームスの主張は先ほどの通りね、侵害する事実はないっていうふうにね、考えて争っていくという感じです。はい、であとはですね、この話題になった時に、あれ特許、パワープロの特許って切れてるんじゃないのという話があります。でそれがですねこちらです。でこの、内容なんですけども、パワープロくんポケットの2のね特許っていうのがありまして、これがですねその体力に応じてそのね、能力値が増減したりするというね、そういうシステムの、特許なんですけども、これがですね、出願日2000年になっていて、この特許は切れているっていうところで、そこでまずはこのね、裁判だってなった時に、あれ特許切れてたんじゃないのっていう話が、こちらのところです。
はい、でまずはこの特許に関してはまあ一応切れているという感じです。特許というものは20年で切れるので、だいたい先ほどの特許に関しては2020年ぐらいに切れているということです。で馬娘が出たのが2021年で、まあ、ここの話は、真偽不明なんですけども、馬娘リリース2年間遅らせたっていうのがあって、それでこの特許には触れていないというところです。でこの特許めちゃくちゃ簡単に言って少し違うところもあるかもしれませんが、その、ね、残り体力に応じてその、ね、能力値が変わっていくよみたいなね、その練習とかで、ね、そういうところの話、もしくはそのパワープロックポケットの戦争編の話なのかというところでですね、まあ、育成ゲームであるその体力を使ってステータス伸ばしていくという話の、ところだと思われます。なんで、まあ、この特許は切れていて、あれ特許切れていったんじゃないのっていうところはまずはここです。で次に今回の話になるんですけども、今回別の特許でですね、これ知的財産権というかその特許権をね争っているんじゃないかという話があります。でそれがですね、何が、起こっているかというと、サポートカードのイベント周りの特許というね、ところかもしれないです。でこれ詳しい訴状がまだこれねニュースが出たばっかりなので、まだみんなね、分かってないところかもしれませんが、そのね昔のパワープロ君の体力とかの話ではなく、サポカの方でなっているかもしれません。まあ、これもですね確定ではないかもしれないんで、もし違ったらねコメント欄で訂正いたします。はい、でその特許を見ていくとこんな感じです。これが、まあ、知財ポータルサイト IP フォースというもので特許を、ね、表示しているサイトなんですけども、こういう風に特許がありまして、まあ、ここの画像一番分かりやすいのでこの画像を、ね、こういう風に、ね、設置しているんですけども、この特許がですね簡単に言うとこういう風にね、ユーザーの、使用するキャラクター、まあ、育成キャラクターとかプラスそのイベントを発生させるためのキャラクターが選ばれて、そういうので、いろいろね、そのねイベント発生していくよっていうところの特許がつらつらつらとあります。なんで今回の訴訟はこの話で、そのね、侵害っていうところで争っているのかなというところではあります。で分かりやすいのがこっちの画像ですね。これがですねまさにサポートカードで、ここちょっと見切れていますが、6枚の、このまあサポート選手というかね、そういうのを、使ってですねイベントデッキというところでね、ここで争われているのかなというところです。まあ、他にもですね特許は詳しいところがあるので、まあ、そこに触れるかどうかというところを裁判で争っていると思いますので、まあ、詳しくはね他にもあると思うんですけども、こういうふうにイベントがシナリオ中に、起きていきようとかで、そういう特許権になっているということです。はい、であとはですねここがですね今回の訴訟の、まあ、そのね提起されているところなんですけども、他の話としてはまあ似ているよねという話があります。まあ、ここはですね今回の訴訟と関係はないところかもしれないんですけども、例えばですね、まあ、ここは普通にイメージの話なんですけども、まあ、かなり似ている UI が、まあ、あるよねっていうのが、まあ、これは馬娘出た当初からね、分かっていることですけども、こういうふうに能力値の、ね、練習があって、ここにサポートのキャラがいてっていうところはね、まあ、似てるなとはねなるとは思います。あとはですね友情タッグトレーニングというのがパワープロだもう昔からありまして、それがですね、馬娘は友情トレーニングという風になっていたりとかあって、今回はここの特許権で争っているかはわからないんですけども、まあ似てるといえば似てるよねっていうのは、まあ、馬娘プレイヤーでもあるところではあります。でそうなってくると少し話したいところなんですけども、ゲーム業界、まあ、結構流行ったゲームのシステムというのは、まあ、真似されたり、あとはオマージュとかね、そういう風になっていろんな似ているゲームが出るよねという話があります。まあ、これ一例なんですけども、例えばとあるゲーム開発者の方も言っていることなんですけども、例えばテトリスがね最初ね、ファミコンで流行ったら、次にですねそれをね、まあ、似たような、落ち物で、でさらにまあそのね、システムを負荷、プラスしてねちょっとアレンジして、例えばぷよぷよが作られるよねというね、そういう感じの話もあります。まあ、これはゲーム業界よくあることでですね、例えば放置ゲームが流行って、放置少女が流行ったら、まあそれでね次ねメメントモリとかも出たりとかね、いろいろね、まあ2K もちょっと放置ゲーム寄りなところもあったりしてとかね、そういう話もあるんですけどもね、そういうのはねゲーム業界あることかなとも個人的には思います。他の話で言うとバトロワのね話とかもあります。例えばですね流行ったゲーム PUBG っていうのが結構一世を風靡するぐらい流行りました。
でそしたら PUBG は元ネタ、例えば肘 H1Z1 というところから来ているよねとかね、あとアームドアサルト2のねこのね、レイズバトルロイヤルっていうところからこう来ているよねっていうのがあったりして、まあ、バトルは流行ったら今皆さんでも分かるように、例えば PUBG が流行ったらフォートナイトが流行って、今 Apex Legends もね、めちゃくちゃ流行ってるよねって話とかもあるかなというところはあります。まあ、ここ本当に余談なんですけども、例えば PUBG は PUBG モバイルを早く出していればここでね、発見ちょっと奪われることなかったのになとか、そういう話もありますけども、まあ余談ですけども、こういうようにですね、ゲーム業界というのは、まあ、その1個流行ったゲームからね、そのね似てるゲームがいっぱい出るっていうのもあるかなっていうのがね、まあ、ユーザー目線ではあります。他にはですね、この話で言うと、任天堂の話があります。任天堂がバンダイの権利を誤って侵害したことがあってですね、これ有名な話なんですけども、その時に任天堂の山内さんがバンダイにこちらが悪かったと言ってですね、金額が入っていない小切手を差し出して、ね、好きな金額書いてくれ悪かったって言ったんですけども、バンダイ側はそこにゼロと言ってね返したっていうなんか逸話みたいなのもあって、そんな感じで例えばゲーム業界ね、そういう似てるゲームの話もあるんですけども、まあそこはですね、お互い持ちつ持たれつというか、まあそこまですごいひどいことをしなければ、まあそこ目つぶってやっていくみたいなね、そういうところもある。まあそれがですね、まあこのテトリスの話だったりね、そのゲーム業界のね、開発者の話、人の話とかでもね、まあ少しね例で引用させていただいております。なんですけども、今回はその訴訟まで至ったというところで、なかなかね、大変な話になっているというところではあります。あとはね、まあユーザーの意見としてはなんで今なのとかいろいろあったりするんですけども、まあ訴訟を提起するにはね、いろいろね、その下調べとかもしてとかね、いろいろあると思うんで、まあこの時期になったのかなとは思ってはいます。はい、で他にはですね、 SNS いろんなトレンドワードがあります。まあこれはですね、まあ、ツイッターランドの話なんで、いろいろですね、まああることないとこ結構言ったりとかあると思うんですけども、まあ結構トレンドがすごいことになっております。とりあえずサービス停止というところで言うと、そんなにすぐにはね、裁判の話なんですぐにサービス停止ということはないです。で訴訟が話題になっていて、まあ、パワープロとウマ娘が似ていたよねとかね、いう話です。で特許切れの話が先ほど解説したところで、ある特許は切れているんですが、他のサポカのところで今回は争っているのかもしれないなというところではあります。他には上上下下訴訟権利 BA っていうね、もうコナミコマンド打ってどっち勝つんだいとかあるんですけども、まあね、いろいろね大変なところです。で余談で言うと、まあ小島監督とかもね、なんかそのワードがトレンド入りしたりとかあるんですけども、まあ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 、いろいろねここら辺の話もありますけども、まあそこは皆さんいろいろコメント欄で思うことを教えてください。今回は私はどちらがどこで叩くっていうことの動画ではないのでね、ここではそこまでにしておきます。はい、他にあるのはですね、まあ、モンスターファームですね。ラインモンスターファームというゲームもありまして、これもですね、まあ、言うなればウマ娘のその後ね、かなり似てるように作られてるような感じがするゲームなんですけども、このゲームもサポートカードがこう6枚あってね、まあ当然イベント走りますよねっていう感じ。こういう風にパラメータがあって、さっき見たその練習の UI とかで、まあこれもかなり似てるから、ラインモンスターファームはどうなっちゃうのっていう話もあったり、じゃあブルーロックはどうなのとかね、そういうところもまあ素人目線ではね、いろいろねあるみたいで、ツイッターでも盛り上がっているかなというところです。はい、であとはですね、ウマ娘プレイヤー的な話少しだけさせてください。まあこの動画見に来た方の中にも、ウマ娘は別にそんなにはやってないよっていう方もいるんですけども、いると思うんですけども、ウマ娘ですね、最近少しですね、ちょっと流れが悪いかなっていうところがね、まあ、感じているところは個人的にはあります。でそれがまあ軽く何があったかっていう感じなんですけども、最近ウマ娘に3女神というサポートカードがですね実装されたんですけども、これがまあかなり強くて、ほぼ必須級みたいな感じなんですけども、それがですね、その新しい新シナリオから1ヶ月遅れて出ましてですね、そんでシナリオリンクみたいな感じになってですね、少しそこでもどうだろうみたいになった話があります。
であと他にも細かくあるんですけども、あとは成田トップロードのアニメがありましてね、めちゃくちゃアニメ良くてですね、まあ、それはもう見てない方 YouTube で無料で見れるんで成田トップロードのアニメ見てみてください。でそっからですね、その次に成田トップロード来るのかなと思ったら他のウマ娘が来たりして、まあそのね、ひしみちゃんも可愛いんですけども、まあ少しねトップロも育成したかったなというね意見もあったりするとかで、そういうところもありました。であとは直近なんですけども、今ね新イベントがリーグオブヒーローズというものがやってましてですね、そこでもちょっとシステムの穴みたいのがあって、ジュエルをちょっと稼げちゃうよみたいなところがあってですね、長いメンテがあったりしてというところプラス、このイベントがチャンミというものに置き換えてですね、開催されるものなんですけども、まあ、そのチャンミやんないんだったらサポカがガチャ回さなくてもいいかなみたいな話とかがあったりして、まあ、少し売り上げがですね、っていう話もありまして、まあ、ちょっと長くなるんで割愛しますけども、最近流れが良くないなっていうふうにはちょっとなっているっていうのが実際のね、まあ、娘プレイヤー的、感じるところではあります。なんで今回そこに訴訟が重なってですね、なんか、そのね、まあ少し荒れてるニュースが多いなというふうに、一番娘プレイヤーとしては、ね、感じています。はい、ということで今回何があったかでした。今回ですね、その特許の話とかがありまして、特許切れてたんじゃないのってなるんですけども、また別のところでなったりしてですね、まあなかなか大変なところです。ゲーム業界でですね、まあそのね訴訟の話っていうのは他にもね、まあコロプラさんの話とかもいろいろあるんですけども、まあそこら辺も皆さんいろいろコメントで、教えてください。まあ、現状では訴訟が提起されている段階なのですぐにサービス終了することはないです。なんですけども、まあ一応差し止め請求もあるんでどうなっちゃうのというところでね、まあ、心配しているというところです。皆さんもですね、ぜひともまあいろいろでコメント、で意見を書いてみてください。よろしくお願いします。ということでのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回いろいろですね特許権についても、まあ、特許についても調べたりしたんで、まあよければ動画にですね高評価をしておいてください。まあこの件がどうかというよりは、まあ動画ありがとうみたいな感じで、まあ高評価ボタンだけ押していってください。ありがとうございました。ということで、他にもですね動画上げていきたいと思いますので、もし気が向いたら別の動画も見てみてください。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またな。バイバイ。